明治神宮でね、初詣をしたいなというふうに思います。ありがとうございます。もう撮るよ。撮るで撮れてる、まあ、この明治神宮はね、なんか東京ドーム15個分ぐらいの大きさって言うんですけど、自分の母校もね、東京ドーム15個分っていうぐらいのね、敷地を持っているということで、大体ね、同じぐらいの広さらしいですね、ここ食材私もレギュラーメンバーです。食材お願いします。スペシャルゲストです。食材食材ここはもう使えるんだね。右左私はね、まあ、トラドしたいことでね、いいっすね。やっぱこう落ち着きますよね、心が。毎回ね、神社とか行ったら来るってね、同じこと言ってると思うんですけど、4番4番ってどう、ね、見せる見なかった、うん、ちょっと4番見人はただ砂穂なら砂穂ならむなむ触れたての世に立ち越えむ不死は泣くとん。解説が。人は何よりも第一に素直でありたいものです。あの竹の節のように困難に耐える節はなくてもなくても。ああ、あ、なんかいい言葉じゃないですか。これはもう大吉ですね。大吉。ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じでね。今日の更新の方では。終わりということで、まあ、いいお言葉を、ね、いただけたのでね、今年もね、楽しくやっていけんじゃないかというふうに思います。何系が日本のワンサイズがあるってこと？日本のサイズ。すげえ、それはすごい。嬉しい。はい、面白かったね。アイケアね、初めてのアイケア来たんですけど、ポートランドでね、行ってた時のことにちょっと思い出しましたね。面白い。商材。オーライ。いいですね。一番のね、おすすめらしいこの生醤油ダレってね、シャオリ。結構量あるな。すごい良くない？いい。
何時になる？牛骨や。ごちそうさまでした。はい、じゃあね、今日の締めはね、サウナに入っちゃおうかなと。はい、ということでここに来ました。あ、ありがとう。これなんだっけ？オロポー。オロポー。乾杯です。乾杯です。ね、ちょっとね。はい、ということでね、もう最高ですよ、マジで。よいしょ。